駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大全です。でね、今回はというと、こちらのファミコンミニアップライト筐体でスーパーマリオをプレイしながら、初心者向けにね、駄菓子屋ゲームの集め方をお話ししたいと思います。今までもね、動画とかライブでポロポロってね、お話ししたこともあると思うんですけど、結構ね、いろんな人にね、駄菓子屋ゲームの集め方を聞かれるんで、今回はね、初心者向けにゲームを集めるポイントをね、3つお話ししたいと思います。ではね、スーパーマリオの 5-4 クリアを目指してゲームスタートしましょう。いいのでござる。ではね、この1からスタートってことで、ね、今回の、テーマはね、初心者向けの駄菓子屋ゲームの集め方ってことなんですけどね、まあね、私も、まあ、何度も言ってる通り、このゲームをね、こういうゲームを、子供の頃から集めてますんでね、まあ、それには結構、まあ、ノウハウというか、まあ、長年こう集めてるね、まあ、そういうことを今回ね、初心者向けに、まあ、3つのポイントをね、お話ししようっていう感じですね。でね、まず1つ目なんですけど、まあ、一番簡単なのはね、やっぱり、ヤフオクで買うってことですよね。まあ、ヤフオクならね、まあ、パソコン、スマホで、まあ、簡単にね、まあ、見つけることができるし、まあ、手間もかかんないんでね、まあ、一番このね、ヤフオクで探すのが一番、まあ、簡単な方法で、まあ、初心者向けかなって感じがしますよね。なので結構ね、まあ、私もヤフオクで、あれ、音が落ちた。ヤフオクで結構、まあ、買ってたこともあるんですけどね。ただヤフオクの難点は、こんなとこで、ちょっと音が大きくなったんで、それで、あ、こいつが、このハンマー投げくんが、まあヤフオクがね、まあ、探すのが一番簡単ってことですね。まあ、ただね、ヤフオクの難点としては、まあ、やっぱ値段がね、高くなっちゃうのと、まあ、あとはね、やっぱり状態がね、現物見れないんでちょっと怖いっていうのがありますよね。なので、まあ、送られてきてみて、中開けてみたらね、なんか部品がなかったりとか、あとは、まあ、壊れてたりとかね、あと汚れてたり傷があったりとか、まあそういうのがあるのがまあ難点なんですけど、まあでも、一番簡単にね、入手できるってことを、まあ探すのが楽ってことで、まあ、まずね、第一段階は、一つ目は、ヤフオクで探すってことですね。で、まあ、ポイントの二つ目。二つ目は、中古業者とかをね、探して、で、まあ、頼んでおくというか、まあ、中古業者に、まあ、なんつうのかな、その連絡してみて、その昔のレトロゲームの在庫ありますよってことはまあほぼほぼないんで、なので、まあこういう古いゲームあったら、まあ取っといてくださいっていうか、連絡くださいみたいな感じで言っとくと、まあ連絡が来る場合もあるけど、まあでもね、やっぱそうやって考えてる人は結構いるんで、まあそれでもなかなかね、声かけといても、ああ死んじゃった、話しながら難しいっすね。まあ中古業者とかにね、声かけとくと、まあ運が良ければ、その業者さんにね、ただ中古業者、あ、まただ、またこんなとこで死んでしまった。まあ中古業者さんってのは中古機がメインなんで、もう中古ってまあ 10年までなんですよね。なので、レトロゲームだともう30年、40年の機械って、もう中古には入ってこないんですよね。あ、ここで、ガンガン死んじゃうな。
なのでまあそこもまあ本当に気長に探すって感じですね。まあヤフオクも基本的には気長に探すことなんですけど、まあやっぱこういうレトロゲームは基本的にはもう気長に探すって感じですよね。3、5の3クリア。まああとね、解体屋さんとかに声をかけとくと、まあ駄菓子屋さんとかね、解体したら出てきた場合、まあ声かけてくれるっていう話もあるんですけど、でも前に、おお、これは無理か。やっぱ話しながらだと難しいな。あと2匹しかいない。大丈夫かな。話が止まっちゃいましたよね。多分話したらクリアできてなかったかもしれないですね。まあ一応これでね、5の4クリアってことで、まあ、あとは解体屋さんに声かけとくと、まあ運よく、その解体屋さんが駄菓子屋とか解体した時に出てくれば、まあ話してくれるっていう可能性もあるんですけど、前にね、うちのお客さんで解体屋さんが来て、こういうゲーム駄菓子屋から出てきたことないですかねって聞いたら、いやーもう、そういうのないねなんて言われたんで、まあまあちょっとね可能性が薄いんですけど、まあその可能性のね薄いのも何回も、まあ、繰り返してやっぱね当たるかもしれないんで、まあ、それもねやらないよりはやった方がいいっていう感じですね。でね、最後の3つ目ですね。まあ3つ目はねもう自分の足で探すってことですね。でもまあ私も結構ね、まあ、今でも探してるし、で、まあ、サラリーマン時代はね、土日とか結構、もう、ずっとね、住宅地図を見ながら、もう自転車で、もう、近所をね、ローラー作戦って感じで、もう、くまなく探してたんですよね。まあ、近所っていうか、もう、板橋区を中心に、北区、練馬区、豊島区、あと中野区、あと埼玉だと、この南の方の戸田とか、蕨とか、あと浦和の辺とか、まあ、あの辺まで結構自転車でね行って、で車とかバイクだと速すぎてね探しきれないんで、もう自転車ですよね。で自転車で住宅地図片手にもうローラー作戦して、もう駄菓子屋だとか、あとボーリング場、ゲームセンター、スーパー、あと銭湯、あと古い商店街なんかねこう行くと あったりする場合もあるんでね、まあ、これもね、もうとにかくね、まあ時間はかかるんだけど、まあやらないよりは、まあ、見つかるかなって感じですよね。まあやっても本当にね、ほぼほぼ年に見つかるなんて3回とか2、3回とかそんなもんなんですけど、まあ、それでもその積み重ねでね、もう、それをもう本当に下手な鉄砲数打っちゃ当たるじゃないけど、まあ、100発打って2、3発当たればいいかなって感じで、その繰り返しでやってると、たまにね、見つかるんですけど、でもね、最近はね、なかなかもう見つかんなくなりましたよね。もう駄菓子屋が減ってるってもあるし、まあね、こうやって、まあコレクターの人がもう結構、見つけて、交渉しちゃって、まあ入手してるって場合が多いんで、なので、ね、結構10年ぐらい前までは、まあ、10年、15年ぐらい前までは、まあ、街中探して、で、交渉して、ゲーム機をね、入手できるってこともあったんですけど、まあ、なかなか難しい。特に、
首都圏はやっぱりね、10年15年前に比べるとレトロゲームというか駄菓子屋ゲームを集めてる人が増えちゃったんで、まあまあ人の多い首都圏は結構探してもなかなか見つかんないし、で見つかったとしてもね、やっぱり業者さんのリース品だったりとか、まあ、基本的にね業者さんのリース品っていうのは交渉しても譲ってもらえるもんではないんで、まあ難しいんですけど、まあそれもね、まあとにかくまあやっぱりね基本的にはやらなきゃ、まあ、入賞できないって感じですかね。まあこんな感じでもう本当に時間をかけるかお金をかけるか手間をかけるかして、まあ集めるって感じですね。なのでまあお金がある人はね、初心者の人はまあヤフオクでやっぱり買っちゃったりとか、そういうところからね買うのが一番まあ手っ取り早いんですけどね。まあでもなかなかね昔に比べると結構まあねこういう駄菓子屋ゲーム値段が上がってきちゃってるんでね、なかなか難しいんですけど、まあそういう時間のある方はね自分でね今回話したような感じで探してみるっていうのも一つの手ではないかなと思います。でね、今回は初心者向けに駄菓子屋ゲームの集め方をねお話ししました。次の動画も皆さんにチャンネル登録お願いします。それではバイならラナイバ。